その流れでていうか、なんか私がゲームグチャ欲しいって言ったんですよ。でそれをなんかもらうついでになのかな、ついでに会議室の椅子が全部これになりました。なんかまあいただいたんかな。そうだからね、これ多分実はワカポンのおかげなのかもしれないです、知らんけど。そうこれはね、誰も知らないことです。本当に次ワカポンにあるのは握手会と写メ会なので、それまで仕事頑張る。なんかそうやってね、お仕事の励みにしてくれてたら嬉しいです。料理配信ロス中です。次の配信いつ頃ですか。すっかりなんかね、いつもルームスっていうサイファンサイトで配信させていただいてるんですけど、ほんまに気づいたら1ヶ月ぐらい経ってたりして、もうめっちゃ怖いんですよ、めっちゃ怖いんですよって、配信せよって話ですけど、まあ、来週中にはさせていただきます。今日このあとねルームスで、まあ、また後でお知らせするんですけど、ルームスで写真集を一緒に見ようっていう会を開きますので、よかったら、私のツイッターとかからまた URL 貼ってますので来てみてください。何期生の子？ドラフト3期生です。もう2018年ぐらいに加入いたしました。もうこのあとすぐなので21時前くらいからかな、始めようと思ってます。武田バーベキューさんとの配信もまたしてほしいな。本当にね、したいですね。またお料理の配信を今個人でやってるんですけど、なんか今の目標って言って聞かれたら、いろんなことさせてもらってきたけど、なんか料理の仕事をしたいかなって思ってるんですけど、なんかこれ以上なんかいろんなことやるとさ、うるさいかなとか、なんか野球とかも言っていきたいなと思いつつ、でもなんかこれ以上増やしてもうるさいかなと思ったりして、最近ね迷ってます、いろんなことに。日々ね迷いの連続の中で人間は成長していくんだと思います。言うていったらいいんやと思うんですけどね。でもね本当になんか私のことをね、他のメンバーとか、まあなんかに出た時とかに紹介してもらう時に、なんか、まあ、落語が好きで、でなんか小説も出して、でなんかゲーム実況もやってみたいな、料理もできてみたいな、いろんなことを紹介されるのがめっちゃ恥ずかしくて、私の中ではなんかで現役大学生でみたいな言われるのがいつも嫌なんですよ、ほんまに。これ多分ね、誰もそんなこと思ったことなかった、なんか そう思ってるなんて思ったことなかったと思うんですけど、なんかあれこれやって、なんか浅い人間やなって思われへんかなって思って、ずっとねそれが恥ずかしくて、あんま自分では言わないようにしてるんですけど、でもそれがねいいところでもあるなんかなとは思うんですけど、そうであったらいいなとは思いつつ葛藤ですね。はい、そう本当にね、なんかいろんなことが好きで、いろんな多趣味だでね、やってるんですけど、やっぱなんかいっぱい趣味あると、なんかアイドルがまたなんかやってるわみたいな思われへんかなとか考えちゃいます。でも本当になんか落語が好きで、落語のお仕事をさせていただけたり、それからまあ本を読むのが好きで、自分が小説を書かせてもらえたりとか、なんか本当に恵まれた環境におるなと思います。そうなんかね、よく器用貧乏やねってよく言われたことはないんですけど、
よく言われたことはないです。でもなんか自分でね思っちゃってそう、あんまり言われてたことはないです。でもなんかね、言われたことはないんですけど、やっぱまあないですね大谷選手が結果を出せば欲張って構わないこと商売しても、確かにね、かっこいいですね本当に。いろんなことをね、なんかいろんなことに興味を持って、最近はね、なんか一番ハマってるのは映画を見ることにハマっててそう、なんか 週3、4本ぐらい、まあなんか時間の時とか1日1本とか、 なんかマジで映画とか2時間あるのにどの時間に見てんやろって思うんですけど、なんかめっちゃ見てます。アニメを見なくなったかな、その分。最近はあんまりアニメを終えてなくて、またおすすめの映画があれば。今日ね、なんか最近新しくアニメが始まったので、4月からその春シーズンが、まだ本当に何も見てないの。でも何かな、そうコミコン、大阪コミコン2023がね、ゴールデンウィークに5月に開催されて、その PR 大使に NMB48 が選んでいただいて、それきっかけで、まあ、より映画を見るようになったっていうのもありますね。結構でもね、なんかあんまりマイナーなのとかを見がちやから、あんま人に話せなくて、もっとなんかみんなと盛り上がれるやつを見なあかんなって思ってるんですけど。明日から水星の魔女2期が始まる、青のオーケストラが始まる。有益な情報ありがとうございますあ、そう、大阪コミコン2023 PR 大使の NMB48、 今日からテレビ CM も流れ始めました。最高、ありがたい。そう、本当にね、ハリウッドセレブもたくさん来日したりとか、めっちゃ大規模なイベントでぜひね、皆さんにもインテックス大阪で開催されますので来ていただきたいなと思います。本当になんか、こんな世界中での大スターと一緒に並ぶのって、もうなんかびっくり怯えてますけど、めっちゃ緊張してきてます、すでに5月やのに。ぜひね、 NMB48 もまあちょっとミニライブをさせていただける予定となってまして、まだその日にちは発表されてないんですけど、よかったら あれにも、マッツ・ミケルセン、えぐいてって大阪コミコンの CM 朝から3回見たよ。すごい、そんなに流れてるんや。いやー嬉しい。そう、あと電車のなんか、電車のポスターっていうかな、このサイズのやつにも貼られてたりするので、ぜひぜひ皆さん探してみてください。電車の中、今 CM 流れた、すごい、そんなに流れる CM やった。私たちね、全然その日 CM 撮影とか知らずになんか、まあ、ちょっと撮影ぐらいで見に行って、でなんかこう CM 用の動画撮り回してみて、 CM に使われるんですかってなんか釣り広告じゃなくて、なんか電車のドアの窓に貼られてるやつなのかな、にありますので、嬉しい。ぜひぜひ見つけてみてください。そう、でも結構なんかそういうこと多いかも。まあ、昔にね、ゲマトスさんっていうアプリの CM をさせていただいた時も、なんか CM の撮影って知らずに当日行って、何の撮影なんやろうって思いながら、 CM って聞いてたらもっとちゃんと顔作ってきたのにとか思うんですけど常にね、ベストコンディションを維持できるようにいないとダメですね、ということですね。そう、またね、そんなありがたいイベントもありますので、ぜひぜひ来てみてください。
阪神ヤクルト戦の中継で CM みたいな。あら、ムツゴロウさんの番組が流れた。すごい、いろんなところで。うわ、嬉しい。いろんなところに見つかっ、いろんな人にね見つかって、またイベントの日にもいろんな人に見てもらえますように。ぜひね、ファンの皆さんも応援に駆けつけてくださればすごく心強いなと思います。ダンの MV のワカポンのカットめっちゃ好きです。あら、嬉しい。そう、 MV とかがきっかけでね好きになってくれる人もいたりとか、本当になんかいろんなきっかけがあるから。最近多いのはなんか YouTube のゲーム実況見て好きになりましたって言ってくださる方が多いかな最近は。髪型ね、これハーフアップみたいに見えるんですけど、私のショートが届かないから実は後ろくくられてないんですけど、見えてるかな、ここで終わってんの、ここは空いてるんですよ。ちょ、見えるのかな。そう、これメイクさんの腕です。見えてました。そう、実はあの、まあ別に、なんか私も最初ハーフアップでこう一つに結んでくれてるんやと思ってたんですけど、髪の毛触ったら、あれ真ん中ないと思って、どうなってんのやろって。そう、メイクさんの、本当に NMB48 のメイクさんはね、いつもこうやって可愛くしてくださっててありがたいです。本当メイク様様です。でも最近ね、ちょっと髪が伸びてて、なんか美容室、この間結構月1ぐらいで美容室には行くんですけど、なんかこの間行った時に髪切るの忘れてて、なんかあれ最近めっちゃ伸びてると思って、でもなんか1ヶ月以上、なんか2週間とか3週間に1回来てもなんかうざいかな、またこいつ来たんかって思われるかなと思って、めっちゃ切りに行きたいけどちょっと我慢してて。絶対そんなこと思ってないけど、やっぱショートはね頻繁に行かないと伸びちゃうからね。そう、逆にまあ多く来てくれた方が、向こうからしたらね、お金落としてって思うかもしれないですけど、これネガティブ人間の発想です。私ね、美容師さんになんかずっと美容室とかネイルとか同じとこ通うのがめっちゃ苦手なんですよ。なんか覚えられたら逆に行きづらくて。でも美容室は本当に同じとこに行ってるんですけど、まつげパーマとかね、いろいろね、ネイルとかいろいろ行くとこあるんですけど、そういうのは本当毎回別の場所行ってて、もうどこに行ってどこに行ってないとか分かんないんですよ。そう、なんか覚えられたらなんか行きづらくなっちゃうんですよね。なんて言うんやろ、人見知りなんかな、覚えられたくない。何が嫌なんやろ、なんか言葉にできない、なんでやろうな。なんか何話していいか分からんし、あとね、私なんか行った時とか、なんかお仕事何されてるんですかとか聞かれたら、なんかめっちゃ嘘つくんです。飲食店でバイトしてますみたいなとか言うから、もう別にだからなんかあんまりめっちゃ話しかけてきてくださるとことかあんまり行かないですね。そう、まあ、美容室は本当言ってるけど、でもなんかアイドルやってますってなかなか言うこともないと思うんですけど、そうだからね、なんか 大学生でとか、それは嘘と言ってないんですけど、なんかバイトしてないのに、なんかバイトしてないのに何のお金でネイル着てんのやろとか思われてんかなとか思って、そう、もうめちゃくちゃです。めっち
気にしいなんですね。これなんか自分で言ってみて今気づいたけど、めっちゃ気にしいやわ。そう、最近なんか作業的にネイルしてくれる店を見つけてそこに行き始めました。もう何も喋りかけずに機械的にただただやってくれるんですよ。それがありがたくてありがたくて、これって思いながら行ってます。そんな、私の美容室事情でございました。何の話でしたんでしょう。この後ね、またルームスという、まあ、ファンクラブ的なところになるんですけど、私の最近出した写真集愛される予感をちょっと本当に一緒に見つつね、こうやってここであんま中身見せるとね、ちょっとバンされちゃうので、あ、これめっちゃお気に入りやわ。そう、それでもね、そこのルームスだとちゃんと見れるので、まあ、一緒に見ながら写真集について語る会をしようと思ってますので、よかったらそこではね、この写真集のオフショット動画とかも載せてたりしますので、ちょっとここでは買えないんですけど、よかったらアベバカナのツイッターとかからチェックしてみてください。アーカイブも残しますので、ぜひお時間の時にご覧ください。はい。ということで、皆さんありがとうございました。ランキングを読ませていただきます。13位ボンさん、12位犬の気持ちさん、11位シンさん、煮物さん、アルダさん、信太郎さん、アサポンさん、シンシグさん、ユージローさん、ニッカさん、フニさん、ビート&ビートさん、そしてタカフミさん。皆様、突然ね始めたりしたんですけど、配信見に来てくださってありがとうございました。ということで、またねショールームもまたやりますので見てください。それではおやすみなさい。良い夜をお過ごしください。劇場公演もありがとうございました。また。